感覚の踊りは毎年7月15日パウカルタンボ村のパルメン祭りで、さくらの踊り手はひょうきんな振り付けで祭りを盛り上げ、行進の間、ベランダや聖母を誘惑します。200年近くの歴史を持つこの踊りは、今でもパウカルタンボ村の聖母カルメンへの深い信仰を持つ人々により踊り続けられています。 That was the young man. Yeah, you know the one.